ギタリスト&ウクレレプレイヤー中村隆でございます。私の出版しております初めてのアコギジャズ入門、こちらから今回はですね、なんとジャズのブルース G7 のジャズブルースをやってみたいと思います。今回も、このスカイソニックから発売されております、R2 レゾナンスピックアップを搭載しての、演奏でございます。それでは、まず G7 のブルース3コードを今弾いてみましょうか。 G、C、D7 この3コードですが、やはりジャズですから それぞれテンションが入ります。 G30th、C9th、D#9thというコードになります。こちらに書いております。1度7度3度13度、1度7度3度13度、 C7 9th ですから1度3度7度9度、これが9thになります。で最後はこちらになります。 D7 の#9th、1度3度7度シャープナイスというコードになります。で、何が違うかと言いますと、もちろんここに C シャープディミニッシュというコードも入ってきます。 C からチェンジで C シャープディミニッシュ。ディミニッシュコードというのは、ターン3度1フラット3度フラット5度セブンスという、まあ、組み合わせになっております。ここに書いてますね、こういうコードになります。で難しいんですが、こういうちょっと加工のラインが出てきました。一つのサーティンスで加工ラインです。もう一つ2-5というのはたくさん出てきます。 Dm から G の 2-5 2と5です。で C に入る。もう一つ Am の 2-5 Am D9th G に入るという 2-5 です。これはどこに使うかと言いますと、よくある最後のという場所の、ドミナント4度というね、5度と4度のところに2度と5度 2-5 と言います。 Am D9th で G に一番最後が一番たくさんコードが出てきます。ここに書いてます。1625、これは、ローマ数字で表記していますが、これをディグリーネームと言いますが、こういう1625循環コードになりますね。普通に循環コード弾きますと G の場合は Gm Am D7 スタンドバイミーなんかそうでございますが、こちらのコード 13th シャープ9th 13th シャープ9th というこういう難しいコードで弾きます。あと最後ですが、これは大変なんですが、ウォーキングベースがこれに入ってきます。この循環コードでウォーキングベースを演奏いたしますと、それぞれの1625を半音上から、ラインを演奏します。こういう形をウォーキングです。あとは1-3-2、1-3-6ですね、1-3-5とかね、はい、こういうウォーキングベースも入ってきます。それでは演奏したいと思います。G7 ジャズブルースでございます。もう少し詳しく知りたい方は、私の初めてのアコギジャズ入門の方に、模範演奏、なんとアドリブも載っておりますので、ぜひよかったらお買い求めくださいませ。